鳴る神の国は幾千年も変わっておらぬ。家々と路地の集う場所、そこに雷電将軍は座しておる。そこから俗世の愛別陸を見下ろし、目に映すは刹那無常の風。四殿輝く稲光の力が種々幻の夢をも操る。無意味な執着も無妙な渇望も儚く消える白露を払い、将軍が追い求めるは無念無臭の永遠である。永遠のみが天理に最も近づけるでしょう。意向のもと、俗世は影のもと。幻とは浮世、本質にすがってこそ存在せし者、静寂こそ本質。宝永の下に隠されし永遠無我の境地。ぬるがうちに見るおの宮は夢といわむ儚き陽も、うつつとは見ず。